初日、1レース1番車茨城107期の吉田拓也選手です。よろしくお願いします。お願いします。まず G1 の1レース1番車どうですか、感想は。もう若くないのにまあ光栄なことですけど、はい。最近は決勝進出は連続で、F1 の優勝も2回とありますけども、調子の方はいかがでしょうか。調子はいいと思います。いいですか、はい。何か調子がいいっていうのは体の調子がいいのか、例えばその自転車面のセッティングがいいのかっていうのをあったりしますかね。自転車と体がマッチしてるからなのかなと思います。なるほど。初日は、関東だと村橋選手、あと北日本だと大森選手がいますけども、並びとしてはどんな感じでも決まってますか。僕が先頭でしっかり出したいと思います。はい。でそれでは、ファンの方に向けて、またこの G1 に向けて意気込みよろしくお願いします。はい、水槽一生懸命頑張ります。お願いします。